皆さんおはようございます。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はコメリで、面白い草刈り場を見つけたんでご紹介します。はい、ホームセンターハンズマンじゃねえや、コメリで見つけた空飛ぶダヴィンチもびっくり新発想エアーガッツ、エアアシストで、空を飛ぶ草刈り機らしい。すごくない？すごい。これ何の記号？え、知らない。これ多分ダヴィンチの計算やないかな。多分この計算で、浮いて刈るっていうことで地上2センチ浮き上がるっていうホバリングで軽くなるっていうことやけど、どういうことや？疲れない近いちょう。そうそう、疲れがないらしいんやけどね。あんまり回転したら飛んでいくらしい。危ないやろ。よそんなんでこれと今これダブルでやったんですけどね、地釣りにワイヤーつけとって、まあ、このもう刃が今これなくなってきてチップが飛んでもう枯れなくなったんで変えていきたいと思うんですけれども、これワイヤーしとったらね、下は下で地釣りしてくれるんで短く刈ってくれるんで、あぜにはいいです。この上にもね、絡みつき防止の今度3段階のやつも売りようやけど、こうやって重ねていくとカスタマイズできます。そしてはい、この穴が、このワイヤーじゃねえや、何これ、コード、ナイロンコードで草が枯れるっていうことで、これ自体は刃じゃなくてただの浮き上がるシステムなのね。若干の変形はハンマーやペンチで修正してください。石や固形物、近い長、適正回数が4000から7500、株式会社斉藤燃料系さんの商品です。ということで、畑が荒れに荒れてます。ここはイノシシにこの間農場長よっさんの里芋がやられてそのまましてたんで、じゃあ変えていきます。4本入ってるんで、ご使用前に必ず動画をご覧ください。 QR コードから動画を絶対見てください。再生回数を稼ぐ気やな。はい、でこれちゃんと工具使ってください。本当はインパクトは本当は専用工具のレンチでやってください。こんなことしないでください。でも、インパクト使わないでください。なんでダメなの？悪くするとネジ折れたり、強すぎて。これやっちゃうけど、なるべく専用の工具を使いましょう。そしてこのワイヤーを1回目と2回目ってここ書いてあるっけ。あ、これここね、1回目と2回目なんで、これ長さいきなりザクッと切れたらもったいないということで、どっちから出せんかな。1回目はこう入れて、でこうしとったらこれぐらいからここを使うんで、もったいなくない。で2回目はこっから入れたら短く切れたやつがまたこっからこれぐらいで使えるじゃん。最初からこれでしたらブルンブルンいくんで空飛んでしまう。違う、空飛ぶんじゃなくて切れたらもったいない。切れたね、分回すだけやってんね。でそれが4本ついてんの？2本ここにね、これ替え刃が、替え刃ね、じゃあエンジンかけます。全体入る？そう。
何飛んでるん？すごいすごい。飛んでる。うわ。ゴーグルしなきゃ怒られるやつ。すごいね。あ、止まった。浮いた。めっちゃ軽い。浮いた？うん。ちょっとやってみる？やってみますか。楽しみ。そうですね。いい。いらん。やってみよう。はい。ということで、これ本当軽くなる。へえ。ちょっとあっちの今日はね、これ受けるやつ、ここのやつをちょっと忘れてきたんで今日つけられるのやけど、今度は 40cc で次やってみたいと思います。すごい浮いたよこれ。本当？うん。軽くなる。へえ。ふわっとふわーっとしながらできる。へえ。ということで、空飛ぶ。フライング操作草刈り機可能か。ダヴィンチ草刈り機。適当やん。めっちゃ。はい。ということで、これは面白いね。軽い？うん、軽いし、ちょっとヘリコプターのラジコンっぽくて遊べる。遊べる。ちょっと気持ちが楽になるっちゅうやつかな。20馬力じゃちょっとこのワイヤーがやっぱり、こう、叩き折るみたいな感じやけんさ。ちょっと馬力不足なんやけど、40でして、ガンガン回したらいけるんかなと。まあ、その時あの、ぜひとも、ちゃんとゴーグルはしてください。はい。これ怒られるやつ。はい。はい。じゃあ、以上、空飛ぶ草刈り機でした。